さてガレリアをお借りしたんですが、普通にレビューしてもつまらないので、今回は初心者の方にもわかりやすくガレリアの強みと弱みを解説します。どんなゲーミング PC にも弱点は存在していて、製品やメーカーごとの特徴をよく理解することが何よりも大事。動画の流れはこんな感じ。ガレリアのことが気になってる方はきっと参考になると思うので、ぜひゆっくり見ていってください。まずはガレリアの強みから見ていきましょうか。わかりやすいところから説明していくと、ラインナップがめっちゃ豊富です。今回お借りしたのは14世代の K 付き i7 ですが、ライゼン搭載モデルも同じような価格帯で販売中。用途によって変わりますし、メモリ容量にも差はあるんですけど、個人的にはこっちの方がおすすめかな。今はインテルが絶賛炎上中ですし、価格を抑えたいなら AM4 のライゼン、性能も追求したいなら AM5 のライゼンから選ぶのがいいと思います。それと、ガレリアといえばこれ。納品スピードがとんでもなく速いです。カスタマイズに対応したデスクトップの BTO パソコンとしては、間違いなく国内最速レベル。競合メーカーだと早いものでも届くまで1週間くらいかかったりしますし、遅いところだと2週間以上待たされることもザラにあります。お住まいの地域や時期によって多少の変動はあると思いますけど、1日でも早くゲーミング PC を受け取りたい方には大きな強みになりそうです。もし近所にドスパラの店舗があれば、即納モデルを直接買いに行くことも可能。在庫状況は店舗に確認するしかないですし、搭載スペックによっては後日お届けとかになると思いますけどね。続いてはカスタマイズの選択肢が豊富なこと。BTO ってビルドツーオーダーという言葉の略で、要はオーダーメイドできますよ、という意味なんですけど、メーカーによってはカスタマイズの選択肢が少ないことも、搭載されているマザーボードによって選択肢が変わったりしますが、10ギガ LAN を搭載できたり、USB ポートの拡張カードなども増設ができたり、品質の高さに定評のあるシーソニック製電源も選択が可能。価格は高めですけどね。選択肢は多い方だけど、RGB メモリは選べなかったり、マザーボードを別のものに変えることはできないなど、何もかもが自由に選べるわけではない、という点も覚えておいてください。続いてケース。ここは弱点でもあるんですけど、まずは長所から。最近は見かけることが少なくなった5インチベイを搭載してて、カスタマイズで光学ドライブを追加できます。3.5 インチは2台、2.5 インチのストレージも最大2台搭載できるなど、拡張性も十分。前面の USB ポートはタイプ A が4つで、斜めにレイアウトされてるので机の上と下、どちらに設置しても使いやすいです。今回お借りしたモデルは背面にタイプ C のポートが1つありましたけど、タイプ C が1つもないモデルもあるので、必要な方は仕様をよく確認してください。120mm のケースファンを搭載するメーカーが多い中、ガレリアは前後に 140mm を搭載可能。ハイスペックモデルは強力なグラボ指定も標準搭載。トリプルファンの巨大グラボも傾く心配がありませんし、これだけがっちり固定していれば配送時の揺れや振動でグラボが外れちゃうみたいな事故もないと思います。あとは支払い方法やサービス面について。ガレリアというかドスパラは支払い方法の選択肢がとても豊富で、私はいつも楽天ペイで買い物をしてます。提携サービスってクレカや住所の入力を省けたり、Amazon だとギフトカードの残高も使えたりするので、普段から活用してる方にはめっちゃ便利です。分割払いも利用可能で、動画制作時点では48回まで手数料が無料。BTO メーカーによっては手数料が普通に発生しますし、ショッピングローンを利用できないところも一部あったりします。分割回数は多ければいいというわけでもないですし、一括で支払うつもりの方には関係のないお話ですが、まとまった支払いを避けたい方には大きな強みです。ただ分割払いには審査があったり、希望すれば誰でも利用できるわけではないですからね。最後に延長保証について。ガレリアは最大5年まで保証期間を延長可能。期間を長くするほど費用は高くなりますけど、長く安心して使いたい方には魅力的な選択肢になるんじゃないかしら。サブスクタイプのセーフティーサービスも他社では見られない特徴の一つ。物損事故も保証してくれたり、専用ダイヤルが用意されるなど、より手厚いサービスを受けられます。通常の保証とセーフティーサービスで何がどう違うのかはブログにまとめているので、気になる方はそちらをご覧ください。延長保証に興味がなければ、通常の1年保証のままで問題ないと思いますよ。という感じでまずはガレリアの長所をざっくりまとめてみました。
他にもこんなところがガレリアの強みだよ、という点があれば、ぜひコメントで教えてください。ではここからは弱点を見ていきましょうか。大きくは3つかな。まずはケースから。ガレリアといえばこのデザインですが、皆さんはいかがですか？このケース、好きですか？昔はこんな感じの真っ黒ケースで、2020年の夏に全面リニューアル。BTO でケース内部が見えるのは4年前だとまだ珍しい方だったと記憶していますが、今はピラーレスケースや強化ガラスを採用したおしゃれな BTO が急増。また、ガレリアのサイドパネルは強化ガラスではなくアクリル。高級感や透明感では強化ガラスに劣りますが、軽くて扱いやすいというメリットもあります。カスタマイズでアルミケースに変更もできるんですけど、流行りのホワイトケースはないんです。フロントパネルのライティングはマザーボードの制御ソフトからいじれるようになりましたが、サイドパネルのメッシュパーツは青なので、見た目の統一感にこだわる方はちょっと気になるかも。あとは 360mm の簡易水冷が入らないこと。ケースが大きくなることを回避したそうですが、ハイエンドクラスの CPU を使いたい方だとちょっと心配になるかな。私の勝手な推測ですけど、360mm の簡易水冷を求めるハイエンド志向の方より、高額ドライブを必要とする方や、エントリーからミドルクラスを購入する方の方が圧倒的に多いんじゃないかしら。今回お借りしたモデルにはディープクールのガンマックスと思われるクーラーが搭載されていましたが、これはこの向きが正解なんですか？ヘッドを回転できるのか触ってみましたけどダメでした。続いて静音性について。今回お借りしたモデルを騒音計でチェックした結果がこちら。CPU に負荷をかけるとかなり音が大きくて、ゲーム中も時々ファンがフル回転したり、お世辞にも静かとは言えない感じ。静音重視の方は CPU クーラーをカスタムした方がいいかな。今回のモデルに限らず最近のガレリアは高負荷時の音が大きめで、少し前にケースファンがリニューアル。従来のファンと比べてかなりパワーアップしてて、その分負荷が高くなると音が大きくなっちゃうみたい。BIOS のファンコントロールを見てみると、CPU クーラーやケースファンはいずれもサイレントモードに設定されてました。どうしても音が気になるなら手動で調整しちゃってもいいとは思いますけどね。ガレリアってフロントパネルの正面は完全に閉じてて、側面の青いメッシュ部分から空気を吸い込む構造。詳しいことはよくわかってませんが、この構造も音が大きくなりやすかったりするのかしら。あとは価格ね。ガレリアは時期によって価格が結構変わるんですけど、ここしばらくは全体的に高めに感じてます。何かしらのキャンペーンも実施中で、動画制作時点だと対象モデルがクーポンで安く買えるみたい。時期によっては抽選でたくさんのポイントが還元されたり、人気の周辺機器が当たることも。当たるかどうかわからないキャンペーンより、値引きしてくれた方がありがたいんだけど。というコメントが以前来てて、確かに抽選は当たらないと旨味がないですよね。例年だとガレリアのサマーキャンペーンなどがそろそろ動き出す時期なので、気になる方はこまめにチェックしてみてください。という感じでガレリアの弱点について好き勝手なことを言わせてもらいました。ケースのデザインは好みの問題ですし、静音性にもそこまでこだわらない、という方もいるとは思います。どんなゲーミング PC にも長所と短所がありますから、特徴をよく理解して、自分自身が納得できる一台を選ぶことが何よりも大事ですからね。ではここからはお借りしたガレリアの性能面をざっと見ていきましょうか。改めて今回のスペックはこんな感じ。シネベンチのスコアはこちら。BIOS を確認してみると、PL1 と PL2 はどちらも 253W に設定してるみたい。オーバークロックはもちろんしてませんが、インテルの諸問題が気になる方は Ryzen 搭載モデルを選べばいいと思います。ここの無制限のデータは私物の 14700K で試した時のものです。マルチコアはともかく、シングルコアは電力制限をいじってもほとんどスコアが変わらないので、個人的には PL1 は 125W でもいいんじゃない、と思ってます。スピードウェイのスコアはこちら。80スーパーは初めて触ったんですけど、無印の80から微増といったところ、4K でいろんなゲームを最高画質でサクサク遊びたい方向けのハイスペグラボです。ストレージの転送速度は Gen4 としては標準的でした。実用上は全く問題ないですけど、転送速度にこだわるなら注文時にカスタムすればいいと思います。ではここからはいろいろゲームを動かしていきましょうか。まずは定番ベンチを最高設定で回してみた結果がこちら。
グラフィックの重い FF15 やアップデで重くなった FF14 は 4K だと非常に快適に届きませんでしたが、実際はサクサク動かせるんじゃないでしょうか。続いてフォートナイト。アフターバーナーというソフトを使って画面左上に CPU や GPU の温度などを表示させています。フレームレートについてはここをご覧ください。画質ごとの平均フレームレートはこんな感じ。ダイレクト X12 の最高設定はかなり重いですが、80スーパーなら余裕で動かせます。こんな激重設定でプレイする人はほとんどいないと思いますけどね。パフォーマンスモードの競技設定で試してみるとこんな感じ。場面によって変動はありますけど、大多数の方が快適にプレイできる性能です。参考までに、フレームレートの上限を240に設定して試してみました。おおむね240付近で安定してくれるんですが、場面によっては瞬間的に下回ることも。フレームレートが一瞬下がったところで私は全然認識できませんけど、こだわるならRyzen 7の 7800X3D 搭載モデルをお買い求めください。続いては Apex。最高画質でも平均値は240以上出るので、細かいことにこだわらないなら画質を下げなくていいです。これは低画質で動かしている様子。これだけフレームレートが出ていればほとんどの方は困らないんじゃないでしょうか。上限の300に貼り付かせたいなら、CPU をRyzenにするか、グラボをRadeonに変えた方がいいです。バロラントやタルコフ、オーバーウォッチも当然のように余裕です。ただまあフル HD でシューター系ゲームがしたいなら、80スーパーは完全にオーバースペック。CPU はともかく、グラボはグレードを下げても全く問題ないです。続いて高解像度でグラフィック重視のゲームを動かしてみました。まずは WQHD から。レイトレやフレーム生成に対応しているゲームはいずれもオンに設定、DLSS は自動で検証した結果です。上から2番目に強い GForce ですから、WQHD なんて余裕です。4K だとこんな感じ。サイバーパンクは平均100に届かずでしたが、グラフィックが重いゲームも 4K の最高設定で快適にプレイ可能です。最後に Twitch で動画配信を試した結果をご紹介します。配信ソフトは無料で使える OBS を使用しました。このスペックなら余裕で配信をこなせちゃうのは分かっているので、フェイスリグでアバターも表示しながら試しています。配信と録画、どちらもハードウェアエンコードで、ゲームは最高画質のままです。配信と録画をしながらでもフレームレートはあまり落ちてませんし、PC1 台で VTuber として活動することも余裕です。今回のモデルはメモリ 32GB を標準搭載していて、配信はもちろん動画編集などの用途でもバリバリ活躍してくれますよ。という感じで今回はガレリアのメリデメを解説しつつ、後半パートではいつも通り性能面をチェックしてみました。ハイスペックモデルらしい性能をきちんと発揮できていますが、ゲーミング PC に40万円出せる方で用途がゲームメインなら、今はこっちを選んだ方がいいかな。パルワールドもおまけでもらえるみたいですし、何度もしつこくお伝えしますが、どんなゲーミング PC にも長所と短所があります。製品の特徴をよく理解して、あなたの求める条件に合っているのかどうか、いろいろ比較しながら判断してもらえたらと思います。ガレリアは価格がちょこちょこ変わりますし、キャンペーンの内容も時期によって変わるので、気になる方はドスパラ公式サイトをこまめにチェックしてくださいね。では今回の動画は以上です。ちょっとでもお役に立てたなら、高評価とコメントを残していってもらえると嬉しいです。チャンネル登録がまだの方は、ぜひ登録をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。